我が魂主を讃えよ聖なる皆を褒め讃えよ主のよくしてくださったことを何一つ忘れ我が魂我が魂主を讃えよ聖なる皆を褒め讃えよ主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな主は良いお方主は良いお方恵みと憐れみの冠を持て私の一生良いもので私の一生良いもので満たすなぜなら主は良いお方だから主は良いお方賛美を捧げ主は良いお方主は良いお方そうです主は主は良いお方恵みと憐れみの冠を持て私の一生良いものだ私の一生良いもので満たす主は良いお方賛美を捧げます私たちの人生を作るのはですね多くの人が状況や環境だと思っていますある人は言います私はこんな貧しい家庭に生まれたからこんな苦しい人生になったと、ね、ある人は言います私はこんな病気してしまったから私の人生はめちゃくちゃになってしまったこの大学にこの高校に受からなかったからこんなハプニングが起こったからこんな家庭で育ったからある人は言うでしょうこの人と結婚してしまったからだ私たちは状況や環境が人生を作ると思います。もちろん影響を与えるでしょう。でもね、皆さん、本当にその人の人生を作るのは、実は状況や環境じゃないんですね。私たちの心です。どんな貧しい中で育っても、いつも心が喜びを選ぶならば、それは喜びの人生です。どんな病気したとしても、感謝を忘れなければ、それは感謝の人生です。私たちの人生を作っていくのはいつも私の心が何を選んでいくかなんですねじゃあどうやって私はいつも喜びをまた感謝を賛美を選ぶことができるのかその根拠が皆さんイエス様ですイエス様は良いお方なんです私たちの目にそれが見えなかったとしてもイエス様は良いお方私たちの人生を知っておられる方私たちに何が最善かを知り尽くしておる方皆さんそのお方が私たちの主なんです私も人生の中で苦しい時たくさんありました妻のお腹の中にいた赤ちゃんがですねある時亡くなったんですね、女の人では経験している人もですねたくさんいると思いますけども男の人は分からないわけですその命がですねいきなりお腹の中からですね亡くなるという体験ですね妻はすごく落ち込んでいました自分のせいだったんじゃないか動きすぎたんじゃないかいろんなことで自分を責めてた時ありましたでも
その時二人でですね、詩篇の103篇読んだんですね。我が魂を主をおめでたいよ、主のよくしてくださったこと何とず忘れるな。ああそうだ、イエス様は良いことをいつも私たちに与えてくださったじゃないか、恵みで満たしてくださったじゃないか、イエス様はいつも良い方だったじゃないか。そこから二人でですね、イエス様がしてくださった良いことを数えたんです。数えても数えても数えきれないくて途中でやめましたけど、でも皆さん振り返ってみたら私たちの人生は良いもので満たされてるじゃないですか。イエス様はいつも良いお方なんです。妻と一緒にですね、そのことを受け取ってですね、この賛美を作ったんですね。もう一回賛美しましょうか。我が魂、我が魂、主をたたえよ、聖なる御名を褒めたたえよ、主をよくしてくださったことを何一つ忘れ、我が魂、我が魂、をたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れ、主は良いお方、主は良いお方、私の一生良いもので、私の一生良いもので満たす、主は良い、主は良いお方、賛美を捧げます、主は良い、主は良いお方、そうです、主は、主は良いお方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 、恵みと憐れみの冠を持って、良いもので満たす、
に捧げます。